祇園囃子は笛、鐘、太鼓によって囃される囃子です。あの四条通りいっぱい鳴り響く鐘の音色に笛の旋律、太鼓のリズムが重ねられます。今日の街中に住む人なら誰でもコンコンチキチンと聞けば祇園祭りを思い起こすでしょう。祇園祭りは疫病退散のために始まった祇園御霊会を起源とし、山鉾の祭りに発展した都市祭礼です。平安時代の京の排水環境は悪く、毎年梅雨の時期になるとコレラなどの病気が流行ったと言われています。疫病が流行るのは薬疹が原因であると考えられ、薬疹に退散いただくために始められたのが御霊会、たたりをなす怨霊を鎮め慰める祭りです。7月1日の切符入りから始まり、7月31日の名護司祭までの1ヶ月にわたり、京都八坂神社を中心として行われます。7月17日に先の祭りである先祭りの山鉾巡行、7月24日の後の祭りである後祭りに山鉾巡行が行われ、祇園囃子が奏でられます。1000年以上の歴史を持つ祇園祭りの長い歴史の中で、囃子は時に応じて変容してきましたが、現在の祇園囃子を奏す目的は山鉾の進行を生やすことにあります。そのため大通りでもよく響く鐘が囃子の中心楽器となっていったのです。鐘は吊るして鐘すりで叩きます。鐘の奏法は鐘の内側の真ん中を叩く紺、縁の下と上を順に叩く敷、下を叩く鎮の3種類しかありません。各山鉾における鐘の譜面の描き方はいろいろです。南観音山の鐘の譜面を示します。丸は紺、2つ横に並ぶ三角は地記、1つだけの三角は鎮となります。右列上から始まり左の列へと進みます。笛は能管をほとんどの山鉾が利用します。祇園祭りではその歴史的経緯から篠笛ではなくて能管が使われていると言われています。太鼓は能で使用される締め太鼓を使用しています。大鉢、小鉢、飾り鉢という打ち方でリズムを刻みます。祇園祭りの本番は巡行にあるので、囃子の特徴として巡行時に山がどこで止まるか分かりませんので、囃子が継続して続けられることが必要となります。そのため多くの曲は繰り返すことができるようになっていることや、曲から曲へは止まることなく移行できるように作られています。また囃子の曲を大きく2つの曲群に分けることができます。先祭りの山鉾巡行時を例に挙げますと、各山鉾町から八坂神社のお旅所までのスローテンポの奉納囃子、渡り囃子といわれる曲群と、その後の自分たちの町に帰るまでのアップテンポの戻り囃子の曲群に分けられます。